ヤンチャーズ次世代エースの回答。素晴らしいピッチングを繰り広げます。センターヤーマス怒りのレーザービーム、ジャストアウト。眠っていたやつだが目を覚ます。そして天才的なバッティング、監督の素晴らしいアドバイスも光ります。ノピーチャンネル、すべての草野球選手に光を、ノピーチャンネルの提供でお送りします。では始まりました、ストレングリーグ関西一部 D ブロック、ヤンチャーズ VS 尼崎ファルコンズの試合をお届けしようと思います。スタメンはこのようになっております。はい、本日のスタメン選手タイプも書いております。怒られるかもしれません。ではプレイボールです。1回の表、先発ピッチャーは浜崎くんです。初球外れてボール、そしてカウントを 2-3 から空振り三振、ナイスボールです。そして2番バッター、このカーブでカウントを作って、最後はレフトフライで打ち取ります。そして一番警戒しなければならないバッター、ここはファーストフライに打ち取ります。1回の裏、バッターは1番栗林、ヤンチャーズの勝敗の鍵を握る監督兼任1番バッターです。カウント 2-2 から、この当たりが三遊間を抜けます。ナイスバッティング。そして2番沢田、この当たりがセカンドの頭の後ろを落ちます。ノーアウト一塁二塁、ここで栗林仕掛けます。素晴らしいスタート、それを見て沢田も二塁へ。そしてバッターは3番金田、エンドダウン、しかしこれはファールになります。そして追い込まれてから当てに行った打球、これがサードフライになります。ワンアウト2-3塁でバットヤマス、ここでエンドランを仕掛けます。しかし空振りになってしまいます。そして栗林はアウトになってしまいます。そしてヤマス気を取り直して、しかしここはサードフライでチェンジとなります。2回の表、守りますヤンチャース、先頭バッターをサードフライに打ち取ります。そしてこの辺りはセンター前ヒットを許してしまいます。ワンアウト一塁、そしてこれがデッドボールになり1・2塁となります。そしてこの辺りがライト前ヒットになり、ワンアウト満塁になります。そしてバッター、この辺りセンターヤマスが見せます。ジャスト、素晴らしい送球です。これでチェンジとなります。もう一度見てみましょう、矢のような送球がジャストで
帰ってきました。2回の裏バッターは5番橋口さん。これはセカンドフライになります。バッターは6番ナオピー。ツーストライクに追い込まれて、これはファール、これもファール。左バッター専用の構えです。でしかし見逃し三振。そしてバッターは7番大沢時生。バットコントロールには定評があります。そーっと大沢時生も追い込まれてしまいます。しかしこのバッティング、素晴らしいバットコントロールを見せます。もう一度スローで見てみましょう。なんという天才的なバッティングでしょうか。しかし次のバッター聖也がツーストライクに追い込まれ、空振り三振でこの回得点奪えません。3回の表、ツーストライクに追い込みます。素晴らしいボール、空振り三振。まさきくんピッチングコーチに投球を教えてもらってから見違えるような投球を見せております。これも空振り三振。ツーアウト。このカーブ、これはセカンドゴロになりチェンジとなります。若干18歳がゲームを作ります。3回の裏、一番バッターは栗林。ツーストライクに追い込まれてしまいます。しかしこの打球がライトの頭を越します。これがツーベースヒットになります。チャンスメイクをします。ここでバッターは2番沢田。フォアボールを選びます。そして3番バッター金田。そして次のボール、事件が発生します。これがデッドボール、頭に当たりました。軟式野球ではこういうことがありますのでヘルメットは変わりましょう。そしてバッターはヤーマス。ヤーマスもフルスイングしていきます。この男に迷うことはありません。この打球が面白い。しかしホームはアウトになります。ワンアウト満塁で橋口さん、ここでフォアボールでヤンチャーズ先制点を奪います。そしてナオピー監督に、お前が打てる球は初球しかないと言われました。そしてその初球を打ちます。これがライト前ヒットになり2人生還し、ヤンチャーズ追加点を奪います。継承せよ、自らの道を突き進め。お手製ステッカー好評発売中。回は進んで4回の表、3点を取ったヤンチャーズ。しかしこの打球はセーフとなります。先頭バッターに出塁を許してしまいます。ここでエンドラン。しかし橋口さん、取ってエンドランをしていかけていたのでダブルプレーとなります。ここではラッキーです。しかし浜崎くん、ここでデッドボール。さらにフォアボールを許してツーアウト一塁二塁になります。そしてこの打球がセンターの前に抜けるところを聖夜がうまく飛び込んで取ったが、二塁ランナーがホームに帰り、
1点を奪われてしまいます。なおもピンチ。しかしこの打球は栗林がさばいてチェンジとなります。なんとか1失点に切り抜けました。4回のバッターは7番大佐時雄。うまい、素晴らしい、かぶせてライト前ヒットを打ちます。バッターは9番大樹。打った、素晴らしい打球だったがセンター正面。ツーアウト二塁でバッターは1番に帰り栗林。しかしここはサードゴロになり得点奪えません。5回の表の守備です。これは空振り三振。浜崎くん素晴らしい投球を披露します。そしてこれもライト直樹、ライトフライになります。5回の裏ゲームが動きます。ピッチャー相手変わりました。そしてフォアボールをきっちり選びます。ここでバッター金田、打った、これがなんと ホームランになります。ジモティジモティそしてバッターは4番ヤーマス。ヤーマスを負けじと狙います。この辺り伸びて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 、しかしライトフライになります。惜しいです。そしてバッターは橋口さん、またしてもフォアボールを狙います。素晴らしい選球眼。そしてバッターはナオピー。ナオピーも金田のホームランに触発されました。打ちます、これはファースト正面でダブルプレーになってしまいます。チェンジ。6回の表守る守備です。浜崎くん先頭バッターにフォアボールを許してしまいます。そして次のバッターカウント 2-2。この辺り素晴らしいバッティングが大樹の頭上を襲います。これでピンチが広がります。ノーアウト2、3塁。しかしここはショート澤田ナイスキャッチでまずはワンアウト。そして次のバッター追い込んで空振り三振。素晴らしいピッチングです。そしてツーアウトで1打席目にライト前ヒットを打たれたバッター橋口さん、しかしこれが取れません。そして最後はヤーマスが取り、なんとかこのピンチを打ち取ります。浜崎くんもガッツポーズ。6回の裏バッターは先ほどヒットになっている大沢。この辺りも素晴らしい打球だったがレフトフライになります。そしてバッターは聖夜、先ほど当たっていませんが素晴らしいバッティング、これがレフト線を抜けます。ツーベースヒット。そしてバッターは大樹。しかしここはサードゴロになってしまいます。そして代打ミッシーもフォアボールを選んで澤田がアウトになり、ここで時間切れ。ヤンチャーズ5対1で勝利することができました。
今週、再来週とさらに相手が強くなるので気を引き締めて頑張っていきましょう。今日の動画は以上になります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。デイクリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。じゃグローブちょっとチャンネル登録、いいね、コメントよろしくお願いします。サバチャンネルもやってます。で、TikTok もやってます。いっぱいやってるんでよろしくお願いします。今日の動画は以上になります。